はい、皆さんこんばんは、4月の30日月曜日第392回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、やっぱり相変わらず暑くてですね、まあ、松代センターの中もちょっと今扇風機回してね、ちょっと空気を、混ぜてます。はい、そんな状態です。で、まあ、皆さんこうやって、服装を見ていただくとね、真ん中の山本勝彦さんだけちょっと厚着してますけど、なんか風邪をひいてしまったということでね、あとは皆さんちょっと軽装でっていう形でみんな改まっていますけどね、少し笑いを持たせていいと思いますけどね。はい、そんな今日の松代でございます。今日の、ゲストをご紹介しますけれども、小生物の育成環境保全プロジェクトの会の中の、別のプロジェクトなんですけどね、長寿の桜江戸彼岸を増やす活動として信州松代千本桜大作戦。お、あれですね、携帯になっちゃいしまいました。はい、ね、作戦を立ち上げまして桜の苗木1000本を育成してね、希望者に配布するということになりました。そこでですね、この活動などを振り返ってですね、お聞きしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まずはじめに会長の杉山さん、はい、千本桜大作戦の活動をしている山本勝彦さん、ご紹介するんですね。それから清水隆三さん、これ松代テレビの私どもの仲間で、今日はゲストとしてという形になります。それから本来ですとリーダーのですね、地域協力隊の牧野さん、来る予定だったんですけどね、ちょっと出張でということで、ね、今日はお三人さんで、お話を伺いたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。最初に初め杉山さんにお聞きしますけども、小生物育成環境プロジェクトとはどんなような組織なんですかね。一番大は、竹の樹にある大紫をみんなで守ろうということから、はい、始まった。はい、それで近くにメダカもいますし、ともかく小さい動物、昆虫とかね、そういうものが好きな人たちが集まった。集まって、はい、なるほどね。はい、いつ頃ですか、これ立ち上がったっていうのは。4年ぐらいですかね。4年目ですかね。あ、杉山さん関わってきたんですね。はい、なるほどね。あとあれですかね、その会の会員っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか、現在。32人ですかね。32人ね。あと年齢的なはどんな感じですか。年寄りが多いですね。年寄りがいいですか。70歳ぐらい。平均年齢70歳。うん、だから若い人たちに入れるのがもう至急命令ですね。なるほどね。はい、うん、わかりました。これでもあれですかね、小生物っていうのは何を指してるんですかね、これ。小生物、これが幅広いですけどね。これちょっとなんで私取ってきたんだけど、大紫の幼虫っていうので、これちょっと見てもらって、はい、してるんですけど、こういったものをあれですか。あとは一番メインは大紫ですけど、他の蝶々やトンボね、はい、昆虫、甲虫ね、はい、カブトムシやミヤマクワガタとか、そういうのもみんな入れたいと思っています。なるほどね。はい、あとあれですかね、杉山さんのこのお仕事っていうのは、この環境保全プロジェクトであったら多少関係あるっていう形の職業ですか。林業だから多少は関係あると思います。林業をやってらっしゃる、はい、なるほどね。あれで木の伐採みたいな形っていう形でいいんですか。そうですね、植え付けから草刈り、伐採、一通り、はい、なるほどね。でもやってる方って今少ないよね。少ないです ね。貴重な存在じゃないですか。今度は若い人たちがそれこそ入って、新しい方の林業をやってもらわなきゃダメですね。じゃあ下地作りをしてるって形でいいですか。はい、そうしたらですね、今回あれですね、清水隆三さんにちょっとお聞きしますけど、このプロジェクト この関わりっていうのはどういうあれだったんですかね。私は大紫の町長が小林事務局長さんの近くに住んでいて、でそこでちょっと行ってみてみないかって言われて、誘われて、で行って1時間ぐらいして、見ていたら向け始めたんですよね。でそれをビデオに撮って、それから感動して、それからずっと会に入ること
ようになりました。ああ、そうですか、はい、入ってみてどうですか。いろんなものをやらなきゃいけないけど、結構忙しいですそう、いろんなこと、はい、でも楽しみでもあるかもしれないですね。そうですね、はい、じゃあ山本勝彦さんはどんな感じですか。はい、私はあの自然観察会が、はい、あの好きで、はい、いろんなところの観察会に出ていたんですけれども、あの2年前に、はい、ここの大紫の観察会に参加させていただいたんですよ、それであのこの地元でそういう自然保護をしている団体があるということを知りまして、はい、それであのその会に入りさせていただきました。なるほどね。どうですかね、入ってみて自分で考えてる、今までこういろんな関わりを持ってた中で実際にこうやって会に入って動いてるっていうと。そうですね、あの地元で活動できるっていうのはとてもあの嬉しく思ってますけれども、うん、やはりねあの高齢の方が多いので、はいはい、もう少しやっぱ若い人も一緒に活動したいなとは思っているんですけれども、うん、なかなかあの、うん、入ってきてくれないので、ね、これからちょっと増やしていければいいなと思ってます。今回あのあれですよね、千本桜大作戦っていう名称であれしたの、この発想はどんなあれなんですか、お話から出てきたんですかね。まあ事務局長の小林さんがまず、はい、城跡の桜はあれでいいのかっていうのを、ああ、はいはいはい、真っ白城ね。それであの地元に江戸、ええ、寿命の長い江戸彼岸の綺麗な桜があるから、はい、ぜひそれを復旧したいと、うん、まず、なるほどね。あのあそこの何ですか、この間ちょっと行ってきましたけど、あの何ですかね、大紫いるこの敷地内にこういういいあの桜があって、ちょっと珍しいなと思って撮ってきたんですけども、こういったのもあれですね、なんか影響してるっていうかね。そうですね、うん、最初は竹の入りのその桜を増やそうっていうことだったんですけど、だけどどうもその種の元が若林さん家のじゃない、それで若林さん家の方がもっと綺麗だっていうわけです。ああ、じゃあこれですね、色が綺麗だっていうわけで、ね、うん、そちらこれもちょっとね、うん、あの小林さんに案内してもらって撮ってきたんです、はい、ちょっとまだ早い時期だったんですけどね、満開にはなってなかったんですけど、はい、ちょっと見せていただく。その後やっぱりその大紫の生息地のここ行ってきたら、こういう形の結構綺麗だというのあのあれですかね、山本さんはどんなあれなんですかね、発想的なものって、はい、どんなあれでした？私はその2年ほど前に会に参加してから、うん、はい、あのお手伝いするようになったんですけれども、あのやっぱり皆さんご高齢で、うん、桜の苗を町に植えても、うん、俺たちは花を見ることはできないなっていうようなことをおっしゃってたんですけども、うんうんうん、でまあ、同じ頃に入った牧野さんと話してる中で、はいはい、あのだったらもう少し町の人を巻き込んで、うん、あのプロジェクト立ち上げたらどうかという話をして、うんうん、で2人であのプロジェクトを立ち上げました。なるほど。であの、まあ、プロジェクトの趣旨としては、うん、あのやっぱり今のおじいちゃんたちが植えた桜を見れるのは、うん、あの苗を植える若い人たちですよっていうことで、うんうん、桜が世代をつなぐというテーマで、うんうん、あのプロジェクトを立ち上げました、はい、であとこれね、信州松代千本桜大作戦ってこの名称はどんなようにして決めたんですか。はい、初めあの松代千本桜プロジェクトでどうかなっていうふうに考えたんですけれども、うん、はいはい、その会の名前が、うん、あの小生物の育成保全プロジェクト環境保全プロジェクトなので、うんうん、プロジェクトの中にもう一個プロジェクトがあるとおかしいなという話をしたところ、うん、あ、はい、あの事務局長の小林さんが、ええ、大作戦というのはどうだって言ったんで、ええ、あ、それいいですねということで、もうすんなり決まった、あの千本桜大作戦というふうにしました。わ、ね、はい、かりました。まあ、これいろいろなその話をして、まあ、中であのなんですかね、東ドルで江戸彼岸桜の古木があるなんて聞いて、まあ、わしらも行っては来てこういう形になったんですけども、そのあれですかね、何年ぐらい前の頃木っていうんですかね、このお宅の木っていうのは、杉山さんいかがわかる？まあ八田さんの話では270年前後じゃないかと、うん、まあ推定ですよね。うん、はっきりは分かりません。分からない、はい、
これあとあれですかね、清水さん、大作戦の1年間の行動などあったらちょっと教えてもらっていいですかね。はい、じゃあ写真でいいですか。じゃあ写真でこれでいきますかね。はい、はい、じゃあちょっと説明お願いします。切り替えてもらっていい。あ、いいどうぞ。じゃあそれがあの、はい、一番、東寺尾の若林さんだこの、はい、桜の綺麗に咲いてるところです、はいはいはい、その桜の種を、はいはい、その右に行ってください。これですね、はいはい、それをみんなでやってシートを引いて、はい、種を、あ、取ったの、はい、あの落ちるのをあれは受け取っているんですけども、あ、そういうことね、はい、また、はい、あの他を折ったのを拾ったのもありますけど、ああ、ね、やって、はいはい、それでその種をきれいにして、うん、そういうふうにやって、うん、この下がそうですね、はいはい、それで左行ってください。あ、これね、はいはい、それはあのそれを、うん、まあ、植え付けるわけなんですけど、うん、それが一応あの話が出て、それで種植え今あ植え付けるのがあその2015年ですかね、うん、はい、そんなところで、はい、次のページ、はい、じゃあ次いきますね、はい、でそれであの畑植え付けました、はい、そんな状態で管理して、うん、まあ、こうやってね、はいはい、それで草取りやったり今会長が、はい、していますけど、はい、それでそれあとは何かな、接ぎ木してるとこかな、あ、これがね、はい、接ぎ木、はい、してます、はい、それからそのこれから運搬してる、はい、接ぎ木して、あ、接ぎ木して、接ぎ木して、はい、いいんだな、はい、もうあそこまでですね、もうこれであれだね、はいはい、こういう形でね、はい、これはあの、はい、配布するまで何年ぐらいかかったんですか。丸3年で、今度4年目ですね。4年目で、はい、種植えてからね、うん、あ、なるほどね、はいはい、大体どのくらいのあれになるんですか。長さどのくらいになりましたかね。2メートルぐらいになってるぐらい、よく触ったのは2メートルになりますね。山さんお聞きするんですけど、この、はい、なんか花びらがピンクの色が彼岸桜、他ののに比べるとなんか少し違うなんておっしゃってたっていう。あ、はい、何が違う。あの、まあ、江戸彼岸っていう桜にもいろいろな色があるんですけれども、うんうんうん、このその若林さんのお宅とか、うん、その竹の色に生えている江戸彼岸は、うんうん、特に紅色が濃いですよ。紅色が濃い、うん、あのですので、うん、あの松代紅江戸彼岸という、うん、名前を命名しまして、うん、でその紅色の濃い木から、うん、あの種を取りまして、はい、で苗を作って、うん、あのでですね、それを接ぎ木することで、うん、その親の木と同じ色が出るということですので、うん、それであの松代紅江戸彼岸 の, あの苗を増やしてあの、うん、作っています、うん、あとこのあの配布するにあたってどんなような動きをされました、山下さん。はい、ですね、まず善光寺さんの方から、奉納してほしいというあの、はい、ことの話がありました、はいはい、あとあの豊坂小学校さんの方からも、うん、話がありまして、うん、それ以外にあの区長会、松代の区長会のところに区長、うんうん、あのお願いして、はい、各区の方で、苗を、欲しいところがありましたら、連絡欲しいということで、うん、各区長さんの方にお願いしています、うん、今この写真善光寺さんって、まあ、今左上が一番上が善光寺さんに奉納したの、この上ですね、この写真の上です、あ、これ、はい、それが善光寺さんに奉納した時の写真ですね、うんうん、はい、そので その右側が善光寺さん、善光寺さんでは公園の方から善光寺さんの方へ向かったあの水路の脇に6本植えて、あとは雲上殿、雲上殿に20本あの植えてあります、うん、これもなんか事務局長の小林さんが言ったみたいですね、皆さんと一緒に行って植えてるっていう形になりますけどね、はい、あと豊坂小学校もこれは140年で140本、そうです、140周年ということで140本植えましょうということで、うんうんうん、あの豊坂小学校には140本、はい、あの配布しています、はい、
これどうですかね、皆さん、あの配布された反応ってどうですか、配布された先は反応なんかあります？みんな喜んでいただいてる、うん、そうですね、今回あのという公的機関の方には無償で、うん、あの配布していますので、うん、あのとても皆さん喜んでいただいてます、うん、これはまあ皆さんにちょっとあの今後の取り組みみたいなやつちょっと一言ずつお願いできますか、会長さん、どうですか。はい、まあ現大村作業を中心にしてやるのはあれですけど、他の小生物とか蝶なら、はい、アサギマダラとかね、ええ、まあ昆虫なら最初だってあのカブトムシは増やしましたけど、ミヤマクワガタと、うん、そういうのも増やす、はい、だんだん種類を増やしていきたいと思います、うん、じゃあ清水部長さんはどうですか。はい、大村先あの、この間もあのちょっと飼育できるようなハウス作ったり、それからあのなんかかぶせたり、あの幼虫を拾っ持ってきてあの袋をかぶせたりして、うん、あの今年はあのだいぶ見れるようになってく、うん、ると思うんですけども、まあ、大紫がこうたくさん飛べるようになってほしいということと、それから真っ白 あのベニエード彼岸桜 の真っ白を名所にしたい、うん、それと場所とそれから皆さんの協力をいただいて、うん、こういい場所にして桜がいっぱい見られるところにしたいと思いますけど、よろしくお願いします。山本君、どうですか。まあ、今回あの、まあ、善光寺さん、あと豊坂小学校と区長さんの方にお願いした分で、はい、大体500本ぐらい苗を植えていただくことができました、はいはい、で、まあ、千本桜大作戦ということで、はい、あと500本、苗を作ってまた、はい、配布したいなと思うんですけれども、はい、今後個人の方にも、はい、まあ、優勝になってしまうと思うんですけれども、はいはい、苗を作って配布するような形でね、はい、松代の、いろんな家庭の中にも松代ベニエド彼岸が植わるような形でね、進めていければいいなというふうに考えてます。はい、分かりました。今日はですね、今後の活動について、まあ、皆さん応援したいな、声援を送りたいなというふうに思います。じゃあお体に気をつけて今後も活躍よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、松代をその桜の名所にする、素晴らしいじゃないですか。いいね。先日に私豊坂に住めてるんですけどね、皆さん100人か200人ぐらいの方が見えなくてね、もう一生懸命作業してましたよ、見てただけ。ダメじゃんな、見ててダメだわ。違う仕事です、そう、それで応援しなきゃまずいな。外からね応援してましたよ、頑張れ頑張れ。そうなんですよ、前ね、やってましたね。いや、素晴らしいですね。そうだね、はい、はい、ということでお知らせお願いします。ね、ひもちけ住宅でね、これは17日、ね、6月17日、6月の25日まで、一応ね、シャドーボックス公募って作品展っていうのをやるんですって、これね、ちょっと面白いそうなんですよ。私ね、この方、ほら、ゲストでお呼びしてお話しましたね。あ、そうだね、そうなんですよ、だいぶ前にね、そうなんですよ、そうそうそう、あれ、素晴らしいですよ、やっぱりね、立体的なアートがありますね。いや、本当にね、本物見るとね、感動します。これ、売ってるんかな。売りますね。売るな。結構ね、大変なんですよ、作るに大きな作品ですとね、1ヶ月かかるんですよ、私もね、ちょっとやってみたんですけどね、無理だった。2時間ぐらいかかった。ちっちゃいの、2時間かかったらすぐできる。小さい作品だったんですよ。あ、そう、用意していただいてね、なるほど、楽しかったですよ。あ、そう、はい、じゃあこれ日向住宅、そうですね、そんな形でお願いします。はいはいはい、はい、じゃあ来週はということで、来週なんです、はい、来週、はい、違いました、佐賀さんですね、はい、来週宮坂さんです、はい、何をしようかという
趣味は？趣味はね、演歌と演歌とオリズルだ。三田さん、最初にね、この日にちがね、7日ですのでね。あ、ごめんね。2じゃなくて7です。あ、そうか、そうか。三田さん、お忙しいのでね。あ、すいませんね。はいはい、7日ね。7です。はい、了解です。はい。よろしくお願いします。ということでね、石山さん。そう、石山さんなんですけどね。まあ、歌もね、すごくお上手なんですよ。まあ、歌もお上手なんですけどね。はいはい。男の、あ、こんなこと言っちゃいけない、失礼な話なんですけどね。まあまあ、あえて言うとね、男のくせに折り紙やってね、上手、すごい上手いんですよ。まあね、来週ね、見ていただこうと思ってますけどね、いや、素晴らしい、あの鶴がね、もう生きてる、もう本当に感動しますよ。それをね、ぜひ来週はね、皆さんで見ていただきたいと思うんですけど。だからそれ加工するんですか？ここでこうやって手でやる。多分ね、やっぱり2時間か3時間ぐらいかかるんでね、折ることはできないと思うんだけどね。真似事だけ。折ったのをね、持ってきて、持ってくれて見せていただいて。あとね、歌を歌っていた。歌を歌う。折りを。ケーナも、ケーナでも。じゃあ、ケーナ。やらない。やらない。やらないで。カラオケで歌って。カラオケでやるって。あ、そうか。ケーナでやってもらえると面白いんだけどな。そのうちにね。はい。じゃあ来週はそんな形でね。ということで、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。お願いします。